チーム5ディーズとチーム太陽のファーストホイーラージャック対吉蔵の戦いもついに大詰めか。ランサーデーモンでジャグラーを攻撃。このジャックアトラスに守備に頼り切った策などが通用すると思うな。俺はカードを1枚伏せてターンエンド。俺のターン。カードを1枚伏せてスピードワールド2の効果発動。スピードカウンターを4つ取り除き、手札のスピードスペル1枚につき800ポイントのダメージを与える。カウンタートラップ、クリムゾンヘルフレア発動。レッドデーモンドラゴンが存在し、相手がダメージを与える魔法を発動したとき、そのダメージを倍にして与える。な、なに？なー、イザージャック。さすがジャックアトラス、粘るチーム太陽の一番手を見事に撃破。俺に何度も同じ手が通用すると思うな。よし、さすがジャック。これでジャックのペースになるね。